オドリュサイ王国は、紀元前5世紀から紀元後1世紀にかけて、トラキアに存在した40以上のトラキア人諸部族と22の王国からなる連合国家。その領域は、現在のブルガリアを中心に、ルーマニア南東部、ギリシャ北部、トルコ領東トラキアにあたる地域まで及んだ。首都は一つではなく、王は各地を巡回していたと考えられている。例えばオドリュサ。 後の薄く玉に否定されている都市は、その名が刻まれた効果が残っている。また、コティウス一世が建設したスタロセル、セウテス三世が、紀元前315年に建設したセウトポリス、より早期にはビゼも、首都の一つとされた。王国は、紀元前5世紀末から、紀元前4世紀末にかけて分裂し、紀元前4世紀末にはカビレも、首都の一つとなった。 マリッザ川平原に住んでいたオドリュサイ人はトラキア人の中で最も強力な部族だった。その領域は現在のブルガリア南部国境地帯、ギリシャ北東部エディルネを中心とするトルコ領東トラキアにまでいたり、その中央アルティスクス川が貫いていた。最初にオドリュサイ人に関する記述を残したのはヘロドトスである。クセノポンによれば、 オドリサイ人は戦士を埋葬した後に競馬を行い、膨大な量のワインを飲み干す習慣があった。トラキアオコティス一世のディオボル銀河期限前6世紀末、トラキアはアケメネス朝のダレーオス一世に征服された。イオニアの反乱によって一時期その支配から脱するも、紀元前492年にマルドニオスによって再生圧された。アケメネス朝下でトラキアは、 スクドラ州に組み込まれたが、たびたびスキタイ人やギリシア人の侵入を受けた。おそらく、アケムネス朝が、ギリシア諸都市に敗れた後の紀元前470年頃、テレス一世が単独王として、多数のトラキア部族を統合し、最初のトラキア人国家オドリュサイ王国を建国した。ゴリアマタモーギラトゥムルスのオドリュサイ貴族墳墓,墓から、発掘された黄金の冠。 テレスイセイやスイタルケースの時代、王国の拡大は頂点に達し、東は黒海、北はドナウ川、北西は大部族、トリバロイジの領域、南西はストルマ川の平野部、そしてエーゲ海にまで至った。これを現在の地図に当てはめると、ブルガリア、ルーマニア領北ドブロジャ、トルコ領東トラキア、マリツァ川からストルマ川までのギリシャ領西トラキアに当たる。 ただし、国会や英華海の海岸線の大部分はギリシア人都市が支配していた。またこの全領域に中央の王権が及んでいたとは言えず、王と各地の部族との関係はそれぞれサインがあった。歴史家のゼットイチアーチボルドは次のように述べている。踊サイ人はバルカン半島東部に部族体制を超えた最初の国家を建設した。彼らの王は外からは、 大抵、トラキア王と呼ばれたが、実際には彼らの力は、トラキア全土には及んでいなかった。領域内においても、王権の強さは流動的だった。踊りイ王国の領域では、多くのトラキア人部族やダキアモエシア人部族が一人の王をいただいて緩やかに連帯しており、大まかな内政や外交を統一していた。踊りイ王国は単なる部族連合を超えた。 より安定した国家となる環境が整っていたが、そのような道を歩むことはなかった。踊りイ王は自身と首都の権力を高めようとした、ものの各地の分離的な傾向が上回った。踊りイ王国の軍事は各部族内のエリート層が担っていたため、その軍事行動は統制が取れないことがしばしばあった。常に反中央的な行動を取る部族もいれば、 王国の領域外に留まる部族もいた。紀元前5世紀末から紀元前4世紀初頭にかけて、オドリュサイ王国は内紛により3つに分裂した。トラキア人の政治的、軍事的勢力が弱まるのと対照的に、南西のマケドニア王国が台頭し、トラキア人にとって危険で野心的なライバルとなっていった。ヘロドトスやトゥキデ,ィデスラギリシアの歴史家は5世紀末に、 トラキアの踊り祭族の中から王家が現れ、ドナウ川から英華界に至る地域の多いた部分の人々を支配するようになったことを紹介している。後の時代の歴史家の記録や踊り祭王が発行した貨幣、碑文などから、この王家は一世紀初頭まで続いたことがわかる。ただし、彼らの勢力はペルシア人、マケドニア人、ローマ人に参植され、 早々期の拡大後は一貫して加工し続けた。最終的にはローマに吸収されたとはいえ、オドリュサイ王国はその後のヨーロッパ最南東部の歴史に重要な影響を残した。テレス一世の息子スイタルケスは有能な指揮官で離反を試みた諸部族を攻めて自らの創始権を認めさせた。彼は豊かで巨大になった王国で道路網を整備し、 貿易を促進しつつ強力な軍を組織した。紀元前429年、スイタルケスはアテネ氏と同盟し、トラキア人やパイオニア人からなる大軍勢を率いて、マケドニアに侵攻した。トゥキディデスはその兵数15万人と記しているが、補給の失敗と冬の到来により撤退せざるを得なく、なった。5世紀の時点ですでに、踊り祭の王族の一部は、 リングアフランカとしてギリシア語を話していた。次第に行政もギリシア語が用いられるようになり、新たなトラキア人の秘文はギリシアアルファベットで書かれるようになった。オドリサイ王国が3分裂した際、マケドニアをピリッポス2世がトラキアに侵攻し、その大部分を征服した。3国のうち2つは、紀元前352年にマケドニアの属国となり、さらにピリッポス2世は、 紀元前342年から紀元前341年にかけて、オドリュサイ王国の心臓部を征服し、反抗的な王や部族を追放した。その中で、セウテス三世はマケドニアによる征服を免れ、紀元前323年にトラキアの大主に任じられたリュシマコスに緩く従属する立場を保持した。その上、セウテス三世はたびたびリュシマコスと戦闘に及び、 紀元前320年に首都セウトポリスを建設した。この都市は紀元前281年にケルト人の襲撃を受けるまでオドリュサイ王国の首都として機能した。紀元前212年、オドリュサイ王プレウラトゥス率いる軍勢がケルト人の王国の首都テュリスを滅ぼした。紀元前2世紀頃のトラキアではオドリュサイ王国は以前からの連続性を維持していたものの、 その内実では、カニテやオドリスサエといった小王国に分裂していた。そして、紀元前146年、オドリスサエ小王国は一旦共和制ローマに屈した。しかし、紀元前100年にトラキア人の王国が復活する。おそらくこれは、最後のオドリスサエ王ベージュスの息子によるものだが、この新たな国が、 真に独立していたのか、それともあくまでも、ローマの属国であったのかは不明である。数年の後、一部のトラキア人とケルト人が、南バルカン、エピロス、ダルマティア、北、ギリシアに侵入し、ペロポネソス半島まで至った。紀元前55年、また他のオドリュサイ王国の系譜を継ぐ、サパイオイ人の王国が勃興し、紀元前30年までに、 他のオドリュサイ系王国をまとめ上げたが、間もなく他のトラキア部族と同様に共和制ローマに従属することになった。紀元前11年にオドリュサイ王となったロエメタルケス一世は初代ローマ皇帝アウグストゥスの忠実な同盟者となり、トラキアのローマ化を推し進めた。彼の死後アウグストゥスによりオドリュサイはロエメタルケスのココティウス三世と弟レスクポリス二世の二人で、 分割された。46年、ロエメタルケス3世が妻であり共同統治者だったピトドリス2世に暗殺されたのを最後に、トラキアはローマ帝国のトラキア属州となり、オドリュサイ王国は完全に滅亡した。オドリュサイの工芸や金属加工技術は多分にアケメネス朝の影響を受けていた。トラキア人はダキア人やイリュリア人と同様に、 社会的地位を示す入れ墨を施す習慣があった。また彼らは、軍事的には、ケルト人の影響を受け、トリバルイ人などは、ケルト人の装備を導入していた。トラキア人の服飾は、主にヘンプやアマ、羊毛による織物であった。デザイン面では、裾を彩色したジャケットや先の尖った靴など、スキタイ人の影響が強かった。ゲタイ族などは特にスキタイ人と族が似ており、 たびたび混同された。貴族や一部の戦士は帽子を着用していた。ギリシア人とトラキア人の間では相互に深い交流があった。ギリシア人の監修やファッション、例えばドレスやオーナメント、武器などは特にバルカン半島東部のトラキア人社会の貴族層によく受け入れられた。ギリシア人と異なる点としてはトラキア人はズボンを着用していた。トラキアの章は 強いヘレニズム化の影響を受けた。スレドナゴラ山脈のスタロセルなどで、オドリュサイ王国時代の住居や寺院が発見されている。考古学者たちが発掘したトラキア王の宮殿の北東壁は全長13メートル、高さは2メートルあった。また遺跡内では、クレオブルスやアレクサンドロス、また、オドリュサイを攻撃したマケドニア王ピリッポス2世の将軍たちの名が見つかっている。 一家には、トラキアの踊り作王のうち、名が分かっているものを列挙するが、推測によるものも多く含んでいる。また他のトラキア小王国の王を含んでいる場合もある。踊り作用は、トラキア王と呼ばれることもあるが、実際にトラキア全土を支配した時期はない。またその王権の実態も、その時々の核部族との関係によって変化している。ありがとうございます。